北川圭さんです、はい、よろしくお願いいたします。まだね、はい、1月なんでね、はい、お正月どないしてはったんかなと思って、まあ、それを聞こうかなと思ってたんですけど、私はね、うん、いつももうね正月なんですよ。お正月は三冠日のんびりとお家で過ごします、はい、そうか、はい、まあ、やっぱりね、うん、この今のご時世、はい、やっぱり家におったいう人が本当に多いんですけれども、ね、そうですか、はい、ずっと家に、うん、だいたい家で、あ、年末からちょっと近所のね神社にちょっと初詣はしますけども、はい、もう今年はね、はい、もう本当にこのちょっとこの日にちをずらしてね、うん、皆さんゆったりと初詣という感じでね、うん、そうですね、そうですね。圭さんは生まれはどちらでしたっけ、はい、私は滋賀県の長浜市なんです。お雑煮は何味？お味噌、お味噌です。味噌っていうのは普通の、普通の白味噌。白味噌なんだ。はい、じゃあ京都と一緒だね。はい、京都も白味噌です。京都は白味噌で有名です。そうなの。滋賀の方もそうなんだ。あ、そうです。はいはい。美味しいもんね。美味しいね。美味しいね。なんかよだれが出てきたみたいな感じです。本当です。はい。さあ今日は何を歌ってください。今日は私のデビュー曲、うん、大阪巡り合い、聞いてください。あ、久しぶりだ。楽しみ。はい。それではい、よろしくお願いします。それではどうぞ。知りました。